はい、というわけでどうもマルトラです。今回はファンパレなんですけども、今日は東堂葵使っていこうかなと思います。 SSR キャラクターというわけで、最近何かと話題になっているこの東堂なんですけども、5月にこの東堂のベストフレンドともいえる盤石の夫人という階層残滓が下方修正されることにより、この東堂葵もなんか芋づる方式で弱くなったんじゃないかってよく言われてるんですけども、運営さん宣布告しに来ました。その盤石の夫人の下方修正で、この東堂のベストフレンドパーティーのその戦術を使わせないようにするためじゃないですか、あからさまに。ただしかし、僕は穴を見つけてるんですよ。運営さん、僕を止めるにはまだまだというのをぜひにやっていこうかなと思うんですけども、今日使っていくパーティーこんな感じで、これで盤石の夫人と全く一緒の動きができますんで、皆さんご安心を。東堂まだまだ強いんでご安心あれなんですけども、この東堂のベストフレンド、これ呪録重消費して、このベストフレンドを付与した味方に単体攻撃いったら、その攻撃を無効化にして反撃するというやつですね。この盤石の夫人という階層残滓と組み合わせて、これ攻撃引き付け回数制限あんねんけど、回数減ることなく永続的に攻撃引き付けすることができる。なので、敵が単体攻撃してくるダンジョンやったら絶対に勝てるっていうチートパーティーが5月に下方修正されるんですけども、じゃあこのパーティーってそもそも考えたら何が強かったんかなんですよ。これ盤石の夫人の階層じゃなくて東堂のベストフレンドなんですよ。このベストフレンドが下方修正されへん限り東堂は生き続けるんですね。で、盤石の夫人は、攻撃引き付けできるから強かったんですよ。ただ5月に回数、東堂のベストフレンドと組み合わせても回数が減るという、下方修正されることにより、その無効化が2回しか発動しなくなるという、まあ、ゴミになり下がったんですけども、じゃあこれ他のやつで代用できひんかと、まあ、つまりは攻撃引き付けしたらええねんっていう単純なんですよ。盤石の夫人に代わる盤石の夫人います。それがこの方、林道咲ですね。 SR のこの方なんですけども、コマンドスキルこちら、呪力重消費、自身に攻撃引き付け付与2ターン、必殺ゲージ113回復っていうわけで、このスキル使うことによりもう盤石の夫人なんですよ、これ。しかも呪力10で打てんねん、毎ターン打てんねん。だから、毎ターンのようにこの林道さんに攻撃引き付けすることができるという、もうね、盤石の夫人と変わらんねん全く。だから下方修正されても一向に構わん。もうトン東堂のチーターっていうのはもうこれからも語り継がれるのではないかなと思う。ただ、東堂の盤石の夫人の時よりかは、機動性は劣ります。はい、なぜかというと、この林道さんは攻撃引き付けのスキルを打たなければならないからですね。これを今までは階層で代用できてたんで、この林道さんのところをバフキャラにしてっていうムーブができたんですけども、それこれからはそのムーブができないんで火力が格段に落ちます。ただしかし、火力落ちても強いこのパーティーはっていうのをぜひにやっていこうかなと思うんですけども、挑んでいくダンジョン、まあ10章の2話でいいかな、この盤石の夫人が一番使えるパーティーとなってますんでやっていくんですけども、言うて火力は一応パンダですね。ゴリラモードになって全体掘り込んでいくムーブは変わんないし、あと勇気さんで呪力回復しまくって東堂の盤石の夫人永続発動できるようにして、ほんで階層に
この勝ぞ、この勝ぞ行って、味方全体体術 10% アップ永続なんですよ。だからこれでバフキャラいない分ちょっと補えたらいいなって、このパンダの火力をっていうパーティーですね、やっていこうかなと思うんですけども、まあ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 、なかなかいい勝負をしてくれるのではないかなと思うんですけども、まずリンドウさん、ここヤンヌガディミにこれぶち込んでいきまして、あとパンダで殴る、友情の記憶掘り込んでいきまして、はい、これで、見といてください。はい、もう相手がリンドウさんしか殴りません。ほんでブチーンやって、ほんでこれもでブチーンやって、ほんで次もこれでブチーン、盤石の布陣なんですよ。はい、ほんでこのリンドウさんの攻撃引き付け2ターンなんですよ。だからこのターンもついとるんですよ。だからこのターンはちょっと殴ることができるんですよね。これもいい、これもいいところ。んで東堂も殴っといて、こんな感じで、はい、ほんで敵がまたね、いきり散らかして殴ってくるんですけども関係ございません。はいはい、ブッチーン、遊んでもってこれブッチーン。でここで、引きつけ切れましたんで、これでまたさらに、はい、掘り込んでいきまして、ほんでもうアホほどアホほどとなっております。はい、これで、パンダ早々にゴリラモードにしていきたいんですけども、ブチーン、もうブチーンやねん、こうなったら、こうなったらブチーンなんで、ここも友情の記憶を掘り込んどいて、はい、とちょっと磁力を貯める、あと階層もちょっと調整はしましょうかね。まあ、えっか別にそんなん関係ない、別に掘り込んでいきまして OK、そんで次ゴリラモード発動できますんで、ここ引き付けやってゴリラ、次のために温存しておきまして、はい、これで、また引き付けやったんで、またさらにこれブチーン、それに持ってこれもブチーン、どうでしょうか。はい、全く一緒やねほんまに全く一緒、何も変わらんねん、あん時と全く変わんないんで、ほんまにこのリンドウさん持ってる人は育てる価値しかない、マジで。 SR キャラも使いどころによっては使えるんですよ。これを今日は皆さんに伝えることができたら本望ちゃうかなと思ってんねんけど、うんーで、ボス来ました。ボスはさすがに厳しいんとちゃうかと思ってる方いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども、ここで聞いてくるんがダンジョンの調整なんですよ。これダンジョン調整されたことにより、この盤石の布陣を使わなくなってちょっと機動性が劣っているこのパーティーでもいけるんですよね、余裕に。ここでダンジョンの下方修正が生きてくるとは。これもし今まで通りの10章の2は、以前にここ、下方修正されていなかった場合、絶対にこのパーティーでクリアすることはできなかったんで、まさかのあんだけ酷評された10章の2話下方修正がここに来て賞賛を浴びるとは思ってもいなかったわ。僕も言うて、まあ言うて僕は課金者なんで、ダンジョンもっと強くなってほしかったと、別に弱くする必要ないんじゃないかと思ったんですけども、弱くしてくれてよかったわ。このパーティーでも全然勝てんねんもん。前の盤石よりはクリアする秒数とかは圧倒的に、多くなってしまう、多分倍ぐらいかかるんですけども、ただしかし絶対に勝てるんでこのパーティーは。ちょっとザクが復活してきたらこのゴリラで、バフ積みます。はい、バフ積んで次全体掘り込んでっていうこのムーブしていったら、もう余裕に勝てるんですよ、うん、ほんで東堂の磁力も全然減らないんで、これ見てこれこれこれ見てこれこれ、ほんで叩き潰しといて、
はい、そんでもってまた掘り込んでいきまして、これはめちょりの身に殴っていきまして、はい、これで叩き潰すワンパンか、これどうでしょうか。ワンパンできない年賀俺たちは素晴らしい。こういうことやね、うん、これなんですよ。まだまだ東堂強いで、でこれどんだけかかるやろ時間。多分めちゃめちゃかかんな、めちゃめちゃかかるけども今までと一緒です、こんな感じで。はい、あの盤石の布陣の方が良かったっていうことはもう絶対的にそうです。盤石の方がクリアしやすかったっていうのはもう絶対にそうやねんけど、ただこの戦術が死んだわけではない、代用効くんで、これからもまだ全然使いますわこの、布陣は。僕もびっくりした、まあ、このなんていうの、この戦術これに関しては1ヶ月ぐらい前にもう動画にしてるんでね、見てくれてる方は知ってるぜっていう方、まあ、いてくれたら嬉しいんですけども、その時は盤石の布陣が使えてたんで、この戦術をいちいち使う必要がなかった。わざわざ盤石使えんのに、その盤石の、機動性マイナスされている、あちょ引きつけやんの忘れている、これ重要ね、うん、盤石の時と違うとこを今ふんだんに皆さんにお見せできたわ。という盤石と違うところは、この林道さんで引き付けをしなければならないので、2ターンに1回引き付けせなあかんねん。そうじゃなかったらこれ起動しないんで、これ今までの盤石のノリで行ったらダメですよ皆さん。ここはぜひに気をつけてほしいなと思います。今みたいに攻撃分散しますんで、そこも盤石の人とは違うところだね。盤石はもう永続なんで、いちいちもう1回とかやる必要がないんで、もうダンジョン突入したらその瞬間に永続引き付けなので、忘れる必要がないねんけど、これに関しては2ターンに1回、ほんで東堂で3ターンに1回っていう、まあ、めんどくさいところではあんねんけど、まあ、ぜひに、忘れないように気をつけてほしいなと。忘れへんかったら勝てますわ、忘れても勝てるわ。今忘れたのに勝ててんもん、余裕で忘れたのにここまで来てんねんもん。やっぱこのパーティーおかしいよな、このパーティーやっぱおかしいわ。どう考えてもやっぱこのパーティーおかしいよな。次は林道さんが修正されるのか、なあ運営さんよ、この対策どうする。これは運営さんに逆に問いたいわ、この戦術どうします。これどういう修正されるんだろう。次もう根本となる東堂をさすがに次潰してくんのかな。でもさすがに初期キャラ潰したら反感買うくない。この東堂の盤石の強さはこれなんで、これが東堂なんですよ、これが東堂葵なんですよ。だからその良さを潰してしまったらさすがにダメやと僕は思うねんけどな。これ見物やで、多分次の情報修正、下方修正が発表されるのはおそらくあそこハーフアニバーサリーだと僕は思ってるんで、だから次の修正発表は5月下旬とかそれぐらいになるんじゃないかなと思いますね。そこでこの東堂がはたまたこの林道さんがどういう対応されるんか。ほんでこの林道さんが修正されたらほんまにもう終わる、この盤石の布陣はマジでもう生き返ることのない不死鳥と化すんで、どこがフェニックスやねんと。これは言葉考えた人に問いただしたいという状況ではあるんで、だから強いて言うなら、今までここまで煽り散らかしたけども、強いて言うならこれ以上やらないでほしい。もうこれで最後にしてほしい。うん。これは多めに見てくれやしませんかね。なあ。
さすがに SR キャラクター修正入るか？入らんやろ。 SR キャラの修正なんか入る？なあ、このリンドウさんの攻撃引き付け、なぜかこのリンドウさんだけ、ジロク10で打てんねん。他のキャラクターは全員ジロク45なんですよ。なぜかこのリンドウさんだけ、ジロク低くかつ2ターン引き付けやねん。他のキャラクターは1ターンかつジロク45やねん。 SSR キャラでもね、軒並み、まあ、この横にいるパンダがそうなんですけども、このパンダ、ここのバフ、ゴリラモードになる前はジロク45消費の、一旦引き付けなんですよ。なぜか、SSR の上位互換が SR やねん。これ修正されんの？やめて、ほんまにやめてな。最後のあがきやねん、我らユーザーのね、我らユーザーの最後のあがきで万年。これはちょっと目をつむってほしいなと。大人の余裕って言うんですかね。え、僕らみたいなガキンチョの考えなんかもう無視してほしいなと思う。これ修正されたらもう無理やで、マジでもう無理。ジロク45技の攻撃引きつけても絶対無理やし、そもそも階層では代用できないんですよ、この戦術は。だから盤石の布陣があったから助かってたん で、その盤石の布陣が消えた今、もう階層ではどうにもならへんねん。だったらキャラの性能、このリンドウさんが最後の頼みやねん。このリンドウさんが潰されたらマジで終わる、この世は終わりを告げますんで。いやー、修正されんのかな。そうなったら東堂修正されそうで怖いねんな。東堂修正されそう。ついに大元が逮捕されるという。今まで下っ端ばっかり逮捕されたけども、ついに闇の根元が逮捕される日が来るのか。そうなったらちょっと辛いね、辛いもんがあるね。そうなったらもう僕は知りませんわ、はい、海外に飛ぶしかない、うん、この日本の警察を逃れるために海外に飛ぶしかありませんわ、うん、っていうわけで勝てますこのダンジョン、このパーティーでも、はい。というわけで、もうちょっとやんのめんどくさいんで終わります。